はい。こんばんは、山亮と申します。さあ、今日はね、何をやっていくかというと、まあ、こんな始まり方からね、わかる通り、ゆるい、サブチャン用に、まあ、してるのかな、山亮雑談にしてるのかどうかわかりませんけど、何をしに行こうかというと、恵方巻きのカタログ集めですね。カタログ回収に向かおうかなということでね、車を走らせ始めましたよと。ついでに、いろいろと雑談もできたらなというところです。眩しい。実はもう夕方なんですよね、3時半なんでね。だからね、まぁ、ちょっと緊急報告から入ってきますけど、ちょっとね、体調崩しちゃいましてね、本当の予定を言っとくと、本当は今の仕方、ここら辺におるんじゃなくて、当初のね、お休み入る前の計画では、2日までは埋まっとったんやったっけな。そう、2日まではもう予定が埋まっとって、まあ、大学のメンバーで飲んだりだとか、実家に帰ったりだとか、で埋まっとって、で、後から追加で3日も埋まって、うん。で、4日から、4、5、6と、撮影ですね。まあ、3日間スケジュールで、ちょっと大型の企画の撮影をやろうと。まあ、もう、ともこもなく言ってしまうと、JR 西日本ターミナル駅完成制覇の旅シリーズの、中戸本山駅行きそべてたのを、気合で行こうと。まあ、で、中戸本山と、まあ、ついでに、その、帰りに、わらみさきとかもちょっと寄ってこようかなっていう、プランをね、考えてたんですよ。で、ちょうどね、その、山口の方とかを回るのに、便利だね、旅は周遊パスっていうのが今、瀬戸内とか北陸向けにね、発売されてる、チケットレス切符って言ったらいいかな。アプリ切符って言ったらいいかな。ライドパスっていうところでも、過去に紹介したことがあったと思うんですけど、ライドパスの JR 西日本版みたいなやつがあるんですね。旅はネットっていう。旅はパスだったっけな、ね、ちょっと、すいません。正式なアプリ名は違いますけど、概要欄に貼っときますんでね。ぜひ、概要欄に気になる方は、そこからアプリに飛んでもらったらいいかなと思うんですけど、うん。これがね、結構安くて、2日間、山口県内一帯が乗り放題のパックで、2日間で3500円とか。ですから、1日あたり1250円かな ?1250 円じゃない、1750円か。とかで、乗り放題になるよっていう、ようなね、プランがあったりするんで、これはお得やなというので、まあ、それをね、駆使して、他にもね、山口県のところ曲がったりしてっていうようなね、計画とかをさせておったんですけど、まあ、ここで、二つ、大きな、問題が、発生しました。一つ目は、もう、皆さんすぐピンとくると思います。1月1日に残った北陸の地震ですね。うん。で、まあ、それがありまして、っていうのも、実はこの、JR 西日本のその、山口のやつをやる、イコール、その前に、北陸編を流す予定だったんですよ。で、実はまだ北陸編、編集が、手つける前だったんですけど、今その一つ前の大阪メトロのやつか、やっておって、で、まあその後北陸のやつと、あと二つ、かな。まあまあ、中規模の日帰り企画でしたけど、が、ああ、一つは一泊二日もあるか、っていう、日帰りと一泊二日とって言って、後にもまだまだ溜まってそれにプラスその北陸編でとかね、あれは、一泊二日実質一泊二日かっていう感じでしたけどね。ほぼほぼ日帰りみたいなやつで、超弾丸ね。もう、丸一日半、運転しっぱなしのね、かなり、弾丸旅行だったんですけど、やってきたよっていうのがあったんですけど、まあ、それが、まあね、どうしようかなって言って、いう、ちょっとね、話もあったんですけど、まあ、これはもう、ちょっと、少なくても、今、編集して、今から上げると、まあ、2月、3月じゃないですか。去年の夏にね、お盆にできてるやつだから、早めに出したいなっていうところではあったんですけど、ちょっと後回しになると、後回しにもしてないんですけどね、まあ、前が突っかえてしまっとって、なってしまったんでね。で、まあ、こういう状態になって。で、行ってきたところが、
ひみもぶ走行みたいですよね。で、高岡市か、高岡市、ひみ、から七尾市の方にかけて行ったんですね。で、その時は、輪島町行ってないか。輪島とか鈴市とかあっちの方は行ってないんですけど、羽咋市も行かなかったんだったっけな。そのまま、いわゆる、さざ波ロードか。さざ波ロードのね、方側の、能登半島のね、ところを、ですから、ぐるっと回るんじゃなくて、途中でちょっとショートカットできるよね。ね、七尾のところから、ショートカットして、金沢の方に向かっていけるところがあるんで、そっちの方とかを使っていったんで、よくね、さんのニュースで出てた、鈴市とか、輪島市の、方、あっちの方には行ってなかったんですよね。うん。金沢もね、相当すごそうでしたけど、特に行ってきたところだと、高岡市、の、なんだっけ。不思議か。不思議のあたりですね。不思議のあたりとか、国宝のでっかいろうそくがつくところとかですよね。とか、で、氷見漁港とか行ってきたところがあったんですけど、漁港ですごく美味しい、ところとかがあったりして、朝一で、朝の6時半から空いてる、食堂があって、そこの海鮮のがすごく美味しくてね、っていうのがあったりとかしたんですけど、そのあたりとかもかなり、あと七尾市ですよね、七尾市のあたりとかはかなり打撃を受けていて、かなり倒壊してる、ね、建物倒壊とかもあってという状況ですので、まあ少なくても今すぐにね、もちろんいち早く復興してほしいなという、思いもあるんですけど、現実的に見てね、今から1ヶ月2ヶ月、はい、元通りになりました、さあ観光できるよって、なるとは到底思えない状況なので、ここは一旦もうお蔵入りにして、またね、これはそろそろ観光とかが、北陸で観光とかできるような見込みが立ってきた時には、その映像も、ある程度使えるかどうか、まあそれはちょっと正直、復興した、ね、進捗を見ながらの判断にはなると思うんですけど、まあ、それでこれで出していきたいかなと思っています。なので、その間、基本的に、JR 西日本ターミナル制覇、ターミナル機関制覇の旅シリーズは、基本的に査定が、止まります。で、ただ、まあ、一案として、その後も、1日になったとも、撮影はしておこうかなとは思ったんですよ。まあ、ね、需要が需要なので、差し替えてね、先にその山口行ってきた、横田岬とか行ってきた辺を、出してしまうっていう方法も、まあ、ありじゃないですか。別に不思議な話ではないですね、そっちの方に。が、それを出せないんで、まあ、どっちの方から先に出します。っていうのはね、おかしい話ではないんで、それもちょっと検討はしてみたんですよ。うん、で、検討しておったら、2日なんですけど、2日にね、実家に帰って、まあちょっと、飲み食いをしておったんですけど、実家の方でね。まあ、日帰りでそのまま、日帰りで帰ってきたんですけどね、どうもね、その時にね、妹がね、風邪ひいとったっていうのは、ちょっとちらっと聞いてたんですけど、どうやら、重きし、うつされちゃったな、というところで、3日かなりしんどい中、まあ無理やり酒でね、まあ殺菌すればなんとかなるや、とかね、飲んでやっとったら、4日完全にダウンしまして、久しぶりに、お、これはやばいと、完全に、無理やりやってみたら、4日もう全くダメ。それで結局、もう、とりあえず旅行の予定はね、大型企画の予定は全部白紙にして、とりあえず、ダウンしてる、いうところですね。で、とりあえず、まだちょっと席は残ってるんでね、あんまり公共交通機関で移動するのもどうかなっていうぐらいのね、席で。で、この席があるんでね、そのライブ放送やろうかなと、ちょっとね、思ったんですけど、席込むんで、あんまり配信にはね、向かないんで、配信もできねえしな、ということで。なので、急遽ね、パッとできる、やつでっていうので、まあ、車の中でね、ですし、これだったら。で、どちらにしろ、恵方巻きのね、情報収集はしていかないといけない。というか、かなりね、あれ一気にやらないといけないんで、
まあ、ひどいですけどね。とりあえず、コンビニ大手4社は全部で、入力が終わってるんですけど、いかんせん収録がこの、ほほほほしながらなので、収録がまあまあならなくてね。まあ、とりあえず、ね、でもね、昨日実は、チラッと測って37度超えとったんで、ああ、まず、ちょっとまずいなと思ってたんですけど、まあ、とりあえず、熱は一旦引いたんで、どのだけちょっとね、家からっぽいのが残っちゃってるんで、あれなんですけど、じゃあ、とりあえず、カタログ、チラシのね、収集だけでもやっておこうかなというので、とりあえず、走らせた人に行った感じですね。